はい、どうも、女子部キッチンです。今日はですね、こちらの安丸だし、高橋商店さんの安丸だし、こちらの極上海鮮だし、こちらを使ってイワシとジャガイモを細層にしてミルフィーユ状に重ねていったイワシとジャガイモのオーブン焼き、こちらを作っていきたいと思うんですけども、ぜひその前にチャンネル登録とグッドボタン、高評価よろしくお願いいたします。それでは早速切ってみましょう。このだしパックは材料紹介をまずはしていきたいと思います。今日はこちらの安丸だし、高橋商店さんの安丸だしの極上海鮮だし、こちらを使っていきます。それとイワシで、こちらがジャガイモですね、グラナパダーノ、こちらがパセリとパン粉、以上の材料を使って今日はイワシとジャガイモをミルフィーユ状にこう重ねて層にしていったイワシとジャガイモのオーブン焼き、こちらを作っていきたいと思います。そしたらまずは鍋に水を張っていただいて、極上海鮮だし1パック入れて火にかけていきます。はい、お湯が沸いたら今日は4分ほど煮出していきます。火を中火にしていただいて、だしをしっかりと取っていきたいと思います。はい、タイマーになったら止めていただいて、このだしパックは軽く絞るようにして取り出していきます。はい、続いてじゃがいもですね。じゃがいもは洗っていただいたら、まず皮をきれいに剥いていきます。続いて皮が剥けたら、こちらのスライサーを使ってじゃがいもはすべてスライスしていきたいと思います。じゃがいもすべてスライスできたら、続いて先ほどのこのだしですね、だしの中に芋をすべて入れていきます。じゃがいも入れていただいて、このじゃがいもにこのだしをこう吸わせてあげるようにしていきます。芋一枚一枚にこの極上海鮮だしの美味しさですね、旨味を吸わせるようにしていきます。はい、そしたら再び火にかけていただいて、ほんと軽くでいいので芋に火を入れていきたいと思います。薄くなってるんで割とすぐ入るんで、この後オーブンで焼いていくので、まあ沸いたら火を止めてあげるっていうぐらいな感じで、本当に少しだけ芋に火を入れていきます。はい、もう軽く沸いたら火を止めていただいて、このまま冷ましていきます。で、煮物とかもそうなんですけど、この冷めていく過程が一番味が染み込んでいくので、このまま冷ましていきたいと思います。続いてこのイワシですね、イワシの手開きしていきたいと思います。イワシはまずこの表面にわずかに鱗があったりするんで、まあ、さっと包丁でこうやっていただけるだけで、まあ、落ちるんで、まあ、そんなついてないんですけど、軽くやっていただいて、あんまりやるとこのイワシって皮の部分すごい弱いんでゴロゴロになっちゃうんで、さっとやってあげるくらいで大丈夫です。ちょっとついてるぐらいですね。はい、そしたら続いてイワシのこの頭ですね、こちらを全て落としていきます。はい、頭を落としていただいたら、このお腹の部分を落としていただいて、そうするとこのお腹が開くので腹ワタ取っていただいて、これをまず全部やっていきます。腹びれから落とすようにして腹ワタ取っていただいて、そしたらこの血合いを洗い流していきます。で、血合いも洗い流せたら手開きしていきます。ちょうどこの中骨があるんですけども、ここに沿ってこう尻尾の方に指を入れていっていただいて、で、そのままこう頭の方まで戻っていきます。で、背中までこう進めて、指を進めていってあげると、もうこういった感じでイワシが開くので、そしたらこの尻尾のところから骨外していただいて、あとは身を押さえながらこう骨を外していってあげれば、もう簡単にこれで手開きですね。はい、ここまでできたら、続いてここにこの開いたこの真ん中ですねに背びれがあるので、これは硬くて食べれないので、もうこれ指で引っ張っていただければ簡単にこう背びれ取れるので、全て取っていきます。はい、背びれまで取れたら、続いてこういった骨ですね、残った骨、こちらを簡単に取っていきます。この腹骨ですね、この腹骨のところをなるべく身を削がない、身を落としすぎないように気をつけながら落としていきます。
腹骨も落とせたら、これでイワシの手開きは完成ですね。で、今日はこの尻尾の部分、こちらは使わないので全て落としていきます。イワシの手開き完了したら、続いてこちらの極上海鮮だしのこのパックですね、こちらを中身を取り出して、これそのまま使っても美味しいので、今日はこちらで、ちなみにこの中に食塩も入ってたりするので、今日はこれをイワシに振りかけて味をつけていきます。両面つけてあげて味をしっかりとつけていきます。こちらを全体にまぶして、もうこう味とこれでもう旨味がここに足されるので、かけていただいたら、フライパン用意していただいて、先ほどのイワシを焼いていきたいと思います。で、フライパンに油を軽く敷いていただいて、フライパンが温まったらイワシを皮目を下にして焼いていきます。はい、皮目がある程度焼けたら、香ばしく焼けたら返していただいて、身の方もさっと火を入れていただいて、火を止めていただいて、で、バットなどに上げていきます。はい、イワシが焼けたらザルボール用意していただいて、先ほどのジャガイモのこちら水分は水気は切っていただいて、じゃがいもの水気切ったら型用意していただいて、まず下に軽く油敷いていただいて、ペーパーなど使って薄く伸ばしていきます。そしたらここにまずイワシですね、イワシを並べていただいて、でここでも軽くこの塩でいきます。でここにじゃがいもを全体を覆うように跳ねていっていただいて、でこの芋の上にもこのパウダーかけていただいて、それからグラナパダーにかけていただいたら、この上に再びイワシですね、イワシを入れていただいて、じゃがいも、これの繰り返しですね、繰り返しにして重ねていきたいと思います。はい、一番上まで5層にして重ねていけたら、仕上げにここにパン粉全体にまぶしていただいて、でここでもまたこの塩を軽くでいいのでやっていただいて、だしパックもかけていただいたら、軽く全体にオリーブオイルかけていただいて、180度のオーブンでこのパン粉が焦げてじゃがいもに火が入るまで火を入れていきたいと思います。はい、余熱が完了したらオーブンでパン粉が黄色つくまで焼いていきたいと思います。はい、焼き上がりはこういった感じですね。で、こう刺した時にスッと通るようでしたら大丈夫ですね。芋に火が入っていれば大丈夫です。切り分けてお皿に盛り付けていきましょう。こういった感じの綺麗な層になってて美味しそうですね。そしたら仕上げにもう一度このパウダーをかけていただいて、上からオリーブオイル、刻んだパセリを散らしていただいたら完成ですね。それでは食べていきましょう。それではいただきます。もうこの海鮮だしの風味がすごいですね。だしパックそのまま開けて使ってるんで、かなり旨味がプラスされて美味しいこのオーブン焼き、パン粉焼きですね、になってるかなと思います。ではいただきます。うん、このカツオだったりとかの風味がめちゃくちゃすごいですね。イワシだけじゃなく他の魚のこの風味の旨味がめちゃめちゃ加わってすごい美味しいですね。うん、ワインとも非常に相性いいですね。今回のこのイワシのミルフィーユ状に重ねたオーブン焼きですね、ワインとも本当非常に相性が良くて、めちゃくちゃ魚の風味がこう増して美味しくておすすめです。